アレグランサ島は、アフリカ大陸沖合の北、大西洋に浮かぶカナリア諸島の島。スペインカナリア諸島州ラスパルマス県テギセに属する。カナリア諸島で最も北、最も、スペイン本土に近い島であり、10キロメートル南にある、ランサローテ島、ラグラシオーサ島などとともに、チニホ群島を構成する。ラグラシオーサ島などとともに、 ランサローテ島にあるテギセの自治体域に含まれる。面積は10.202平方キロメートルである。島の南西部には直径約1.1キロメートルのクレーターを持つ火山があり、この火山の標高は島内最高の289メートルである。2番目に高い山は256メートルのロボス山であり、3番目にはララパグラが続く。島の北側は 比較的平坦である。アレグランサ島は、チニホ群島自然公園の一部である。島に居住者はいない。島の名称は、喜びを意味するスペイン語に由来する。島の発見者であるジャンドベ・タンクールが、発見時に喜びを感じたことが、名称の由来であるとする研究者もいる。1940年代以降は、ホルダン・マルティノン家によって、島の土地が所有されている。 島の東端には1861年から1865年に建設されたプンタデルガーダ灯台が建っており、この灯台は2002年に重要文化財に指定された。ありがとうございます。